ニッポニテスは中世代白秋末に日本列島、カムチャツカ半島などの沖の旋回に生息していたアンモナイトの一種である。いわゆる異常巻アンモナイトとして知られる。1904年にヤベヒサカツによって発見、発表された。その当初は標本が1個体しか得られていなかったことから異常間アンモナイトは奇形ではないかという研究者が多かった。 1926年に清水三郎によって全く同様の巻き方を示す別の個体が発見されるに至ってようやく種として一般に認識されるようになった。種として認識された後もこのような異常巻きアンモナイトはアンモナイトが進化の袋工事に入り系統としての寿命がつき異常な巻きが生じた奇形的なものと解釈されてきた。発見者の矢部は巻き方に 規則性があるという見解を示したが、この説は長く帰り見られることがなかった。しかし後年になって、コンピュータシミュレーションによる解析により、規則性があるものであることが発見された。すなわち、類演種であるユーボストリコセラスジャポニカムが、螺旋の成長を左右へ、定期的に蛇行させることにより、この形状が再現される。現在では、 企形的なものであるという見解は訂正され、むしろアンモナイトが様々な環境に適応して進化した例とされている。日本にテスがこのような形態を持つ理由については様々な説があるが海面と共生関係にあった、あるいは海中に浮遊するための形状であるとも言われている。学名に日本の名を関する古生物化石であるため、 日本古生物学会のシンボルマークとなっている。ありがとうございます。